皆さんおはようございます。現在8時半です。マラソンのスタートまであと30分と少し。現地はいろいろ準備しています。スタッフの皆様、お疲れ様です。昨日は夜遅くまで準備をして、今日は朝、早い人は朝の3時から出勤して準備に当たっているようです。ボランティアの人もいると思うんですけど、結構いろいろな人に協力をしてもらっていて、名古屋市内近辺のスポーツジムの人とかも、まあ給料もらってかもしれませんが、お手伝いしてるようです。お疲れ様です。警察の人は結構何かあったらいけないので、調べていますね。ボランティアスタッフさんの姿も見ました。見学はできなくなっているようです。ちょっとどこ歩いてるかわからないので何とも言えないんですけど、名古屋ドームの通り抜けができなくなっているので、今日はいつもと違う方法で名古屋ドームの方に向かって歩いてます。結構広い道ですね。ここも多分コースに入ってるんだと思います。まだ感染する人の場所取りといいますか、そういう人の姿はほとんどまだ見られません。ランニングしてる人が結構多いですね。まあちょっとにわかかどうかは見ればわかりますね。走り方もいい走り方してますし、びっくりドンキがあるので、大曽根駅と名古屋ドームの間、まあ、名古屋ドーム寄りではあるんですけど、ちょっとこっちに来すぎてしまったので、名古屋ドーム近辺の状態もちょっと、視聴者の方にも見てもらいたいと思って撮ってるんですが、あんまり、昨日は前日の動画上げたんですけど、あんまりというか全然見られてなくて興味がないみたいなので、まあちょっとがっかりしてるんですけど、まあ個人的に見てみたいなっていうのがあったので、動画にしました。まあウォーキング動画が多いので、良くも悪くもウォーキング動画なので、まあ、見ててつまらない人はつまらないし、ウォーキングが好きな人は自分がウォーキングしてるみたいで面白いと思うんですけど、まあ見たくない人はまあ見ないので、まあそれは気にしないです。まあ来年は動画を上げないだけなので、要望があれば上げたいと思うんですけど、女性のマラソン大会なんですけど、結構男性の姿も見えますね。イオンがあるので、
じゃあちょっとバンテリンドームの方に向かって歩きます。ライブドームに近づいてきました。すでにこの封鎖されております。人だかりが結構ありますね。スタートラインなので、こんなに人がいるんだ。こちら組とかもいるのかな。前の方に続いてゆっくりとお進みください。昨日と打って変わってすごい人です。打って変わって、こちらは入れるようになっているようですね。運営もしています。マラソンエキスポというのがあるみたいです。こんなのやってるんだ。ちょっと中には入れません。男性ランナーもいるようなんですが、何なんでしょうか。ただいま45分です。まだスタートまで25分あるようです。すごい人だな。一番後ろからスタートラインまで結構時間かかると思うんだけど、
プールになってないです。階段周辺での写真撮影、階段通行しながらの写真撮影は大変でご遠慮ください。階段上での写真の撮影はご遠慮ください。階段上での撮影はご遠慮ください。前の方に続いてゆっくりと階段をご利用ください。8時51分です。あと19分でスタートすると思いますが、走ってる姿を見ても仕方ないので、私は帰ろうと思います。蝶ネクタイのボーイさんがボールを支えています。お疲れ様です。やりましょう。まあ、スタートラインなんでね、人が集まってるんだと思います。それでは私は帰って動画をアップします。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。君が山上がっております。